ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。ところで皆さん、明けましておめでとうございます。皆さんは新年初ウイスキーは何を飲んだかしら？うつ主は宮城郷の蒸留所限定ボトルを飲んでたな。早速、良いのを飲んでるね。魔理沙は何を飲んだの？私はまだ飲んでいないんだ。そうなのね。実は私も飲んでいないわ。それは奇遇だぜ。新年初ウイスキーは何を飲むんだ？そうね、まだ、考えていないわ。それじゃあ、今日はクラシックモルトシリーズを飲むのはどうだ？クラシックモルトシリーズ？聞いたことはあるけどどういうものかしら？クラシックモルトシリーズとは、ユナイテッドディスティラーズ社現ディアジオ社が提唱していた、シングルモルトのシリーズで、スコットランドの地域ごとに代表的な、シングルモルト銘柄をピックアップしたシリーズなんだ。そのため、初心者から上級者まで幅広くおすすめできるシリーズだぜ。そうだよね。新年からクラシックモルトとは良い選択ね。あら、悟り。明けましておめでとう。皆さんも明けましておめでとうございます。実は今日、二人がクラシックモルトシリーズを飲むと思って、ボトルを持ってきたわ。それは助かるぜ。ところで悟りは新年初ウイスキーに何を飲んだんだ？私が飲んだのは、このスプリングバンク21年よ。スプリングバンクか。とても良いウイスキーだな。そうなのよ。スプリングバンクは、スコットランドのケンベルタウンを代表するウイスキーなのよね。そうだな。ちょうどクラシックモルトシリーズにない生産地区分のウイスキーだな。霊夢は、スコットランドの生産地区分の6つを覚えているか？そうね。ハイランド、ローランド、スペイサイド、アイラ、アイランズ、キャンベルタウン、よね？正解だぜ。生産地区分を覚えると、スコッチを飲むとき、より楽しめるわよね。そして、霊夢のウイスキー知識も着実に深まっているわね。そうだな。やっぱり、霊夢はウイスキーがとても好きだから、知識も定着しやすいんだろうな。そんな褒めても、何も出ないわよ。それで、キャンベルタウン以外の5つの生産地を代表するウイスキーのシリーズをこれから紹介するのね。そういうことだな。それじゃあ、ゆっくりしていてね。ではまず、1つ目のウイスキーは、北ハイランド地方のダルイニー15年だぜ。ダルイニーはインバネスから南に 80km ほど下った、スペイ川最上流部に位置しているんだ。ダルイニーはゲール語で終結だという意味よね。そうだな。創業は1897年と古く、当時は、ストラススペイという名前だったな。そうね。創業から割とすぐの1905年に、アメリカの会社に買収されて、ダルイニーに改名したのよね。へぇ、そんなダルイニーは、私も好きなウイスキーなのよね。マリサはどんな味わいだと思うかしら？そうだな。ダルイニーは蒸留所がスコットランドの中で、非常に標高が高い位置に存在し、エンジェルズシェアが少なく、ゆっくりと熟成されていることから、味わいは、柔らかく、滑らかさを感じるんだ。そうよね。柑橘のような酸味と、蜂蜜のような甘みとが、絶妙に混じり合い、ゆったりと熟成されたことを感じる味わいね。そうだな。香りも、フローラルな華やかさがあり、全体的に満足度の高い、万人におすすめできる一品だな。なるほどね。ダルイニーはボトルも可愛くて、とても良いわよね。それじゃあ、二つ目を紹介するぜ。二つ目は、西ハイランド地方のオーバン14年だぜ。これは、初めて聞くウイスキーね。どういうものなのかしら？蒸留所はヘブリディーズ諸島の玄関口である、オーバンの港町の中心にあり、オーバンとはゲール語で、小さな湾という意味なんだ。オーバンは海沿いに蒸留所があるのね。そうだな。オーバンの港は有名で、作曲家のメンデルスゾーンも、スタッファ島にアルフィンガルの洞窟へ向かう途中、オーバンに立ち寄り、交響曲第3番スコットランドと序曲フィンガルの洞窟を生んだんだ。オーバンの港は、様々な歴史があるのよね。ちなみに、オーバン蒸留所はメンデルスゾーンが港に訪れる、約30年前の1794年に創業したのよ。オーバンも歴史がある蒸留所なのね。それでどんな味わいなのかしら？そうだな。やはり、海沿いに蒸留所があるだけあって、潮風のような風味があるのが特徴だな。そうよね。ハイランドの華やかな特徴に加えて、どこかアイランズモルトのような、ピーティーさも感じられるわよね。そうだな。香りも、フルーティーで華やかであるとともに、どこか、ピーティーさや塩の香りが感じられるんだよな。それに、味わいも甘酸っぱい、フルーティーさから、ピーティーな味わいへと変化し、最終的に港を思わせるような塩っぽさになるといった、複雑さを持つぜ。そうね。オーバンは西ハイランドを代表する、ぜひ飲んでもらいたい一品だと思うわ。わかったわ。オーバンを飲むのが楽しみね。それじゃあ3つ目のウイスキーを紹介するぜ。3つ目は、スペイサイド地方のクラガンモア12年だぜ。これも初めて聞くウイスキーね。そうなんだな。スペイサイド地方は、スコットランドの中でも、多くの蒸留所が密集する地域だが、このクラガンモアは、他のスペイサイドモルトにも負けない、素晴らしいウイスキーなんだ。
そんな、クラガンモア蒸留所はスペイ川中流の、エイボン川がスペイ川に注ぐ合流点の近くにあるぜ。また、創業は1869年で、創業者のジョン・スミスは、あのザ・グレンリベットを作った、ジョージ・スミスの私生児とも言われているんだ。そんなジョン・スミスは偉大なウイスキー職人で、マッカラニアザ・グレンリベット、グレンファークラスなどのマネージャーも務めたのよね。そうだな。そのジョン・スミスの理想の蒸留所として、クラガンモア蒸留所が建てられ、完璧な土地に建てられた、完璧な蒸留所とも言われているんだ。それは、すごい話ね。そうだな。それに、クラガンモアで使われるポットスチルはとても珍しい形をしていて、ジョン・スミスが理想の蒸留所にと考えた形なんだ。そうなのね。どんな形なのかしら？そうね。形は特徴的で、煙突のような T 字シェイプ型のポットスチルだわ。一般的なスワンネック型のポットスチルではないのね。そうね。この写真は、一般的なスワンネック型で、竹鶴正隆が日本でも、本格的なスコッチウイスキーを作りたいと作った、余市蒸留所のポットスチルなの。ポットスチルの形は蒸留所によって様々だよな。実は、その理由としてポットスチルの形によって出来上がる蒸留液の味わいが異なるんだぜ。一般的に、このネックの背が高くて太いほど、内部で行われる貫流の量が増え、結果、スピリッツ内の軽やかなフレーバー成分の割合が高く、華やかな味わいになり、一方、ネックの背が短くて細いほど、貫流の量が下がり、より重厚でフルボディな味わいになるぜ。そうだったのね。じゃあこの T 字シェイプ型だとどうなるのかしら？この独特の形により、蒸気中の不純物が除かれやすく、非常に豊かで複雑な香りで、繊細な酒質になると言われてるんだ。なるほどね。クラガンモアは様々な点においてこだわり抜かれているのが感じられるわ。それで、どんな味わいなのかしら？まず香りから言うと、非常に強く豊かでリッチな香りなんだ。また、ピーティーさはなく蜂蜜のような甘さが強いぜ。そして、味わいについては重厚なモルト感を感じることができ、同時にみずみずしい果実のような甘みも感じられるんだ。全体的にスッキリとして軽い口当たりだが、しっかりとした味わいであり、ステイサイドモルトの代表として挙げるにふさわしい一品なのよね。そして、クラシックモルトシリーズの中では、中間的で、バランスの良い味わいだから、最初の1本にもおすすめできるわね。そういうことだな。それじゃあ4つ目。ローランド地方のグレンキンティ12年だぜ。グレンキンティはエジンバラから東に 20km ほど行った、ロージアン地方の中心にあり、1837年にレイト兄弟が農家の副業として始めたんだ。そのことから、グレンキンティはローランド地方を代表する、エジンバラモルトと呼ばれるウイスキーなんだぜ。そうなのね。名前の由来は何かしら？名前の由来は、蒸留所の横を流れるキンティ川から来ていて、キンティの語源は14世紀に地域一帯を支配していた、とクインシー家にちなむと言われているな。へぇ、そうなのね。それじゃあ、グレンキンティはどんな味わいなのかしら？そうだな。グレンキンティはスコットランド最大級の、ランタンヘッド型ポットスチルを使っていることもあり。香りは、ライトでフローラルだな。そうね。青リンゴのような、みずみずしい甘みも感じられ、バランスが良いわよね。味わいも、ローランドモルトらしい、軽やかで、癖が少なく感じるな。ただ、しっかりと、モルトの味わいを感じることができ、すっきりとしていて飲みやすいな。なるほどね。生産地区分によって、味わいが異なるというけど、グレンキンティはしっかりとローランドの味わいを持っているのね。そういうことだな。それじゃあ、5つ目を紹介するか。5つ目は、アイランズモルトのタリスカー10年だぜ。タリスカーね。タリスカーはスカイ島に蒸留所があるウイスキーで、酒の中の王様と言われているのよね。そうね。タリスカーは1830年にマッカスキル兄弟によって創業され、タリスカーの名前の由来は、マッカスキル兄弟の家の名前からなのよ。その名前は、ゲール語とノース語の両方に起源があり、傾いた斜面上の大岩という意味と言われているわ。また、タリスカーのポットスチルの形は非常に特徴的で、途中で2度ほど U 字型に曲げられているのよ。これにより、ライムアーム内部で液体に戻った蒸留液が、細いパイプを通して、蒸留釜本体に戻されるようになっているの。この特殊なシステムが、タリスカーのパワフルさや、故障のような風味を生んでいると言われているんだよな。なるほど。これもまた、特徴的なポットスチルね。そうだな。ポットスチルは奥が深いんだぜ。それで、マリサは、タリスカーの味わいをどう思うかしら？そうだな。まず、アイランズモルトとして言うと、非常に個性が強く、他のアイランズモルトに比べても劣らない、素晴らしい一品だな。そのため、アイランズモルトの代表銘柄にふさわしいと言えるぜ。香りは、塩の香りに加えて、ピーティーさや洋土香が強く、多くのファンを抱える理由がわかるな。また、味わいも同様に塩っぽく、スモーキーだぜ。ただ主張が強いだけではなく、しっかりとまとまっていて、スパイシーで非常に美味しいぜ。そうよね。私もタリスカーのハイボールが大好きだわ。タリスカーはハイボールにしても美味しいわよね。トッピングに黒胡椒をかけても美味しいのでおすすめよ。そうだな。
タリスカーはいろんな飲み方で、その素晴らしさを感じてもらいたいな。そして、次が最後のウイスキーとなるぜ。6つ目のウイスキーは、アイラモルトのラガブーリン16年だぜ。ラガブーリンね。二人ともラガブーリンが好きだよな。そうね。アイラモルトはどれも特徴的で素晴らしいのだけど、ラガブーリンも非常に素晴らしいからね。そうよね。私も、ラガブーリンを初めて飲んだ時は、そのどっしりとしたリッチなコクに衝撃を受けたわ。そんなラガブーリンだが、名前の由来は何かわかるか？ゲール語で水車小屋のある湿地という意味よね。そうだな。創業は1816年と、歴史あるスコッチの一つだぜ。そして、ポットスチルの形も特徴的で、玉ねぎのようにくびれのない形なんだ。また、蒸留方法も特徴的で、ポットスチルは所有、最有で合計4機あり。所有は、2機の所有釜に約2万リットルのもろみを投入するんだ。そして、そこでいられたローワインと、それ以前の最上流でいられた、フェインツを1機の最上流釜に投入して蒸留するんだ。あら、1回目の蒸留では2機使うのに、2回目の蒸留では1機しか使わないのね。そういうことだな。ちなみにバランスを保つために、所有では約5時間かけているのに対し、最有では約10時間かけているぜ。なるほどね。マリサは、ラガブーリンの味わいをどう思うかしら？そうだな。ラガブーリン16年は、まず口に含んだ瞬間から、重厚なピーティーさを感じるんだ。ただ、すぐに背後から、柔らかく繊細な甘みが存在を主張し始め、フィニッシュにかけてダークチョコレートのような苦味を感じられるんだ。その味わいは、さながらアイラの巨人と称されるように印象的で、心に残るアイラモルトなんだ。そうね。ラガブーリンはリッチで濃厚な味わいで、多くのアイラファンを魅了してきた一品ね。それは、アイラモルトを代表するウイスキーとしてふさわしいわね。そうだな。これまで紹介したウイスキーはどれも、その地域を代表する素晴らしいものだな。これから飲むのが楽しみだわ。そうね。じっくり時間をかけて味わってほしいわ。視聴者のみんなもクラシックモルトシリーズの中で、好きなウイスキーがあったら教えてほしいぜ。それじゃあ、ご視聴ありがとうございました。